のの下のとこころにこのくらいこう隙間がある廊下側の明かりがちょっとこう見えてるでもその隙間の中に2つ暗い部分があるのさ人がいるじゃん俺はそこに普通に靴があるかなんかだと思ってるだけど近づいてるってよく見てる。 もう本当にね、ありがたいことに、もう今までいろんな地方でね、やらせていただいて、はいうん、この間も山形米沢行ってきたんですけど、うんうん、割とそういうふうに思うと、西の方向が多いかなっていう気もちょっとしてるのね。<ー>うん、関西方面が割と今まで多かったかなとは思うんだけども、これ名古屋から向こうっていう感じかなとは思うんだけど、その中でね、これ2013年、 えー、神戸のあるところでね、ライブがあって、その時の話なんだけどね。俺これはね、はい、本当に今思っても自分の中では気味の悪い体験だったんだうんその頃、その、俺がいろんなところへ、まあ、どこで公演やりますあそこで公演やりますって言うと、一生懸命なんかそれをお手伝いしてくれてる人たちっていうのがいて、で、その中にホテルをこう予約してくれる人ってないいんだけど、俺完全任せっきりなわけさ。うん。その人にね。はい。 すると、たまに、その人の善意の中にある、ちょっとした悪意を感じることがあって、<laughs> <は>この悪意っていうのが、だいたいその差しがつくと思うんだけど、うん、え、なんでここっていう、周りにいっぱいね、あの、俺は決してその、高価なところなんか望まないので、うん、本当にそのビジネスホテルであるとか、普通のその旅館で構わないっていう、あれなんだけど、うん、でも他にあるじゃん。 周りにいっぱい。なのに、なんでここっていう、ホテルをたまに当てがってくることがあるんですよ。はい。<て>ホテル全体の雰囲気がそんな感じです。<laughs> 例の関西の変なホテルもそう。ああ,あ、そうなんですね。それで、その時にね、その当てがわれたホテルっていうのが、うん、なんとですね、アーケード界の中にあるんだよ、ホテルが。ほう,ほう。入り口が。ほうほうほう。それで、駐車場も遠い。 で、その、ホテルに駐車場はない。だから、その、どっか遠くにあるところつ着かなくちゃいけないんだけど、そこを置いてコロコロ引っ張って、10分ぐらい歩かなくちゃいけないの、ホテルまで。あ離れてますね。いや、10分って言うてね、みんなね、あの、楽しとうないじゃんと思うかもわかんないけど、うん、あの、コロ,コロ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 引いて街中歩く10分結構だよ。うん、うん。まあ、それでね、そこへ泊まることになって、うん、こっちの方から、うん、まあ、お手伝いしてくれる人が、 一人と、それからその時一緒だったその演者さんがいるんだよね。うん。その演者さんと三人で一台の車に乗って、神戸へ向かってったさ。はい。で、実際車で探すんだけど、見つかんないの。ナビ通りに行ってるし、ここってなってるのに。うん なあ、これさ、もしかしてなんだけど、これも車、新入禁止のとこにあるんじゃねえって。ああ<ー>。だからこれ、ぐる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 回されるんだよ、多分って言って。はい。っていうことは、これ、今さっき通過してきたアーケードの中にあるんじゃないって。おほほ。マジ、まあ、かよって言って、ちょっと路中して、ちょっと見てくるわって言って。見に行ってみたら、ドンピシャあったのよ。うん。あったわっ,つって。それで、そう、そう、そのフロントで聞いてみたら、当館は駐車場はございませんので。 外部の駐車場をご使用くださいって。え、じゃあ、割引券とかサービス券、いや、そういったものはございません。突っ張れたね、お前。うん、あいいや、わかった。って言って、まあ、駐車場に車を置いて、ホテルに入ったでしょ。はい、うん。それで、えー、部屋の割り当てっていうの、今回3人、はい、伺ってございます。お部屋の方もご指定通りのお部屋ということで伺っておりますので、って言って、3本、こう、それぞれにこう鍵を出してくれたのは、俺だけが、うん 階が違うのよ。<ー>ね<ー>みんな4階なんだよ。はい、4階で、その後の2人は隣同士の部屋なの。なのに、俺だけが5階なの、うんお。え、これってあれですかあの、並びでは取れなかったんですかねって言ったら、あい肉いっぱいでございまして。あ、そういうことなんです。あ、わかりました、わか,かりました。じゃあ、えっ、ー、と、1回用意したら、下で落ち合って、じゃ道のみ行きましょう。って言ってて言わかりました。言って。 上行ったよ。はい、ね。で、その、指定されてる部屋へ行ってガチャって部屋開けたら、めちゃめちゃ狭い部屋で、これ、荷物展開するところもないじゃんって。そんな狭いおお。シングルベッドが一個、ドーンと入ってる。枕こっち。その枕のすぐ脇に、バスルームの入り口があるのよ。ああ、厳しいっすね。うん で、そのバスルームの入り口の横、要はそのベッ、ベッドこう寝ると頭のここにエアコンがあるのよ。あ<ー>、ね、あ<ー>。ねうん。れもうとにかくもうすっごいムシ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 、ジメジメジメじめしてて、<ー>うわすっごい、こジメす、すごいじゃん、ほら手湿ってくるじゃん、と思って。えぇ、ー、これ、ちょっとエアコン入れようか、と思って。ぴってエアコンのスイッチを押したら、あルーバーがガーって開いてくるじゃんはい。開いてくると同時にバタバタバタ って水が落ちてきてうわ,うわなんか落ちてきたと思ってこう枕についたえー、うわ切ったなと思ったの、はあ、そのバタバタと落ちてきた水が今その枕にバタ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 と落ちたんだよね茶色いんだよこれああ<ー>ちょっとひどくねえかいくらなんでもこれと思ってやだーええほんとかよいったのいっと思ってたら、うん、その部屋を決めてくれた方から電話が来たはい あの、ホテル入られましたかって言うから。うん。あの、たった今、あの、ホテルに入ったところです。あ、そうですか。うん。いや、あのね、あの、あの、ちょっと伺ってもいいですかあの、僕だけが回数が違うっていうのは、これ、ホテルが満杯だったっていうことで、さっきフロントで言われたんですよ。あ、あの、そうなんですよ。なんかね、あの、 最近ね、外国からのお客さん多いみたいで、なんか、もう、他の部屋いっぱいやって言われたんです。あ、そうなんですね。いや、でもね、でもね、い、あの、荷物を展開するところもないし、部屋がね、めちゃくちゃ湿ってるんで、布団なんかじんめりしてるんですよ。で、今、そのエアコンのくだりも言ったのよ。水がバタバタって。うん、あ、そ、え、そんな部屋なんですかわかりました。ちょっ ダメモとダでフロントに掛け合ってみますわって、ちょっと待ってくださいねって言われて、ちょっと一回電話切ります電話切った。一分もしないうちに、かかってきたわけ。あ、かかってきたと思って。もしもしって言ったら、あ、あのね、えっ、ー、と、お部屋が他に用意できるということなのでフロント行ってもらえますかって。あ、あ、わかりましたわかりました。すいません、ありがとうございました。もうよかった。とりあえずここじゃなかったらもうどこでもいいわと思って、<ー>フロント行ったさ。はい。そしたら、なんと、 その先に入ってる二人の部屋っていうのは、4階の2号室、3号室。要は402、403。で、こちらのお部屋でって言われて出された鍵が401だね。うんうんうん。同じ並びで取れたじゃねえかと思ったら、あ、キャンセルがなんか出たんかなと思って。<ー>で、鍵もらって行ったさ、二人一番端っこだよ。ガチャッと開けたら広いのよ。へえ<ー>。ほら、も、ま、うあるじゃん、こういう部屋。 広いね、よかった。しかもベッドダブルだし。うん、いや、これはいいけども、うーん。<laughs> 一番端っこなのに、この右側の方に窓がないね、おい、とって。<ー>こんなちっこい窓が一個だけ、その隅の方にあるのよ。はあ、変な部屋なると思って。ですね。うん、まあでもでもでもさっきのよ,よりはいいわ。 で、そこに荷物展開しても、下で二人待ってたから、降りてって、はいあ。ごめんねって、いやいやもう実はさ、あ、じゃあ並べの部屋取れたんですね。よかったじゃないですか。ああ、よかったよかった。飯食いに行こう。行った。うん、そこでタラフク食べたんだよ。神戸の中華街だ。ああ、いいっすね。ね。タラフク食べたのでお腹いっぱいになったし、夜の公園まではまだ時間があるので、うん、一くホテル帰ろうよって言ったら、うん、ファンキーさん一緒に行きませんって言ったら、らどこ行くのって言ったら、あの肉まん食べに行くんですよ。で、待てよって。うん 今目いっぱい食った水は何だったんだって <laughs> 何だったんだめちゃくちゃ食ったよね今って言ったら、うん、えでもあの豚まんは別腹なんですよ <laughs> 行ってらっしゃい <laughs> 二人とも <laughs> はい。マジかと思ってどんだけ食うねえこいつはと思って俺は先に部屋に帰ってのんびりしてるわわかりました帰ったさ、うん、で四階まで上がっていってでその部屋入ってベッドのところに座って来ましちゃったあ なんだかんだってやっぱり距離あるなぁ、と思って、ごろんって横になって、こうしてたら、なんとなくうどんとうとしたんだね、俺ね、うん。で、そのまんま自分のいびきが聞こえた気がするわけよ。で、しばらくした頃に、ドローン、ゴローンっていう音で、んと思って目覚めて。ん何時だろうおあそんな時間経ってねえなとかすっげえ寝た気するなので。いやそ、そうでもねえのか。

転がしてみたら、コロ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 。でも、決してそのキャリーバッグの音じゃないんでね。ああ。あえて言うなら、本当にあの、ゴツゴツした床の上を、重たいなんか、ボリュームのボールが転がってるみたいな。コロ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 。ドドン。ゴコロ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 って。何をしてるんだ、あいつはだってもう、完全になんかもう、こっちが聞こえるんだから。 何してんだか知らないけど、まあいいやと思って、まだ時間あるし、いちいちそんなこと思って、何やってんのって行くのもおかしいから、そうだ、シャワー入ろう。シャワールーム入ったはい。そのシャワールームが変な作りになってて、うん。いつもの言うみたいに、バスタブの方に入ってカーテンをシャッと閉めると、シャワーを調整するためのこのカランがカーテンの外になるのよ。おあおかしいですね。何これって。はい。ねなんだこれって。 もうじゃあとりあえず出すかと思って、もう昔ながらのあのお湯と水とこう合わせていくやつだよ、こうね、うん。お湯をとりあえず目いっぱいにしといて、壁の方向けて目いっぱいにしといて、そこからこう水でもって合わせていくっていう方法いつも通るんだけど、はい。いつになっても水なのよ。冷たい。おお、また冷たい。なんだこれいつになったらおいでんだと思ったらいきなりこう、おーっちぇと一気に出てきて、 で、水出すんだけど、ぬるくなったり、熱くなったり、ぬるくなったり、熱くなったり、なんとも不安定なのよ、うん。だけど、そうやってるうちに、なんとか、この辺でいけるなと思うところがあったから、ちょっと不節制ではあるけども、出しっぱなしにして使うしかないこれ一回止めたらダメだ、これ、と思って、うん。で、出しっぱなしの状態と思って、体洗って、頭洗おうと思ったのよ。で、体洗い終わってさ、頭洗おうっていう段になって、いきなりそれが、お湯が止まっちゃって、完全に水の状態になっちゃったのよ。 で、う,う,うわぁ、冷めて、水だよ、と思って。また戻るんだろう、これ。いつになっても戻んない。水のまんま。えぇ、ー、これどうなってんだ、おい。え、まだお湯来ないよ。まだ来ないよっていう状態でずっと待ってる。さすがに俺、ゴーニアしてカーテン開けて、この調整しようと思って、水の方の殻をグってひねってみてびっくりしたの、ね、よ。うん。一番右まで止まってる状態になってんすよ。 お湯の方が。お湯の方が。で、水だけが出てる状態で、お湯が完全にキュキュキュ,キュッって閉まってんだよ。えー、そんなわけないじゃん。え、ちょっと待って、閉めるのは右、開けるのは左。だよな。うん、え、ってことは、ぐっと左にひねったら、キュ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 ,キュと回るのよ。えー、ちょっと待って、これ誰閉めたんだよって。ね、そうなりますよね。えー、こんなことあるかなって。うま、あいいよ。とりあえず、出たとお湯出たと,あと、バーッすすいで、はあ、出たさ。 そしたら、隣で持って、さっきとは違う生活をしてきたんで、あ、なんか、うぐり出したな、と思ったから、ばーっと頭乾かして着替えて、ちょっと早いけども、もう会場向かうか、うん、向こうで少しゆっくりした方がいいもんな、と思ったから、隣で向かいに行ったさ、俺コンコンって。はい。それ、あいって出てきたんで、そろそろ行かないって言ったら、あ、行きますもう、あ、そうですかって今帰ってきたとこなんで。ん、何って言ったのいや、あのー、今僕ら帰ってきたんですよ。 いや今って、今の今じゃないよね。いや、今の今です。本当に今の今、僕帰ってきたんです。そら、なんでですかって。いや、だって30分以上も40分も前から落としてるぞ、お前。あんたの部屋からずっとゴトン、ごとん、ごとん、ごろごろごろと落としてるぞ、お前。っ,ったら、え、やめてくださいよってわけで。<ー>ねで、その時に、彼の部屋、いる部屋の中をこう見たの。何気なく見たの。たんと思ったの。俺がいる部屋と、室内が違うの で、何が違うかっていうと、床が違うの。うん。あれと思って。どうしましたって言うから。部屋が変だな。と思ってってえ、この部屋がです。いや、違う。俺のいる部屋が変だな。と思って,って。え、何が変なんですかじゃ美味しいじゃないですか。くださいよ。って言うんだよ。<laughs> ここカーペットだろ。うえう、ー、まあ、普通ホテルってカーペットが多いですよね。だよな。だよな。俺の今泊まってる部屋って、ピータイルみたいな、コンクリートみたいな床なんだよ。えー、それって、 カーペット剥がしたってことですよねってね。うのはうん、うん、ああ。そうだわ。そうですよ。ええー、どういうことなんだろう。あ,あとにかくちょっと変だわって、なんかそのお風呂のくだりもあるしっていうのもいろいろ話して、3人で会場を向かって行って、その日はまあイベントが終わったわ。で、帰ってきた。夜中だよね。あ,あお疲れ様でしたって、じゃあとりあえずまた明日ねって、明日何時に出るからねだ分かりましたって言ってて、部屋戻って、 ああ、疲れとどうもう一回風呂、いや、ま、待てよ、と思って。またさっきのあれがあったら嫌だしな、と思って。ああだけど入りたいな、どうしようかな、って思ってたんだけど、結局その時は入らなかったのよ。とりあえず寝よう。とりあえず寝よう。横になろう。顔洗って歯磨いて、ベッドにゴロンって横になったさ。もうしばらくした頃だまだ寝入ってなかったの。廊下を、当たり前にずーっとカとか行ってる廊下だったよね。そこを、 っていう、まあ、あき物をかかとで、それをこう、こすって、こう、ずっと近づいてくる音がするけど、俺の部屋一番奥だから、そこまで来るっていうことは、なんか、俺に用事の誰かが来たのか、これ、と思ってたねよ。うん、そしたら、こす、ゴス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 っていう音がするんだよ。それって、ドアを、トントン、トントンってやる音じゃない。すごい鈍い、低い音で、こす、ゴスゴスゴス コスコスコスとドアするわけ。で、こう寝てると、その部屋ってベッドにこう寝ると、足元のところにドアがある感じになるから、こう見起こす、こう見たよ。誰誰コス。コスコス。コスゴスって言うなよ。何誰誰返事がない。で、よくよく見てみたら、ドアの下のところに、こんぐらいこう隙間があるのその隙間、 こう見ると、廊下側の明かりがちょっとこう見えてる。でも、その隙間の中に二つ暗い部分があるのさ。あ,あ、やっぱり立ってるじゃん。人がいるじゃん,うん、うん。なんだと思ったから、俺、そのベッドの上を逆にこう、こう、こう、貼ってって、はい、こう見たらこういう風にして。こう近づいてって見たら、その二つの、あれって、俺はそこに普通に靴があるかなんかだと思ってた。だけど、 近づいてっていう曲見てみたら、それと裸足のこのつま先が見えんだよ。裸足か。しかも、つま先の親指の部分あたりが、うん、にわかにこっち入ってきてる、ね、<ー>こっちへってのは、こっちへ飛び出してるわけじゃないんだよ。はい、ではないんだけど、もう本当に至近距離にいて、その隙間のところにぴったりのところ立ってる感じよ。うん、だから、足の先っぽがちょっとその隙間の方へ入り込んできてんのよ。ええーと思ったわけ。俺それでそのゴスゴスっていう音の正体が分かったのよ。はあ、それって、 膝で鳴らしてるこう。ああああああうん。はいはいはい。そこにぴったり立って、ゴス、ゴスゴスって、膝で鳴らしてるって思ったの。うん、えぇ、ー、え、ちょっと待ってと思って。え、なんで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 そんなことになってんの何がいるのえ、なんで原地なのだいたいと思って。うん、誰こう言ったのよ。うん、そしたら、ゴスゴスゴスっていきなりゴス,ゴスゴスゴスって言ったから、おおびっくりしたと思って。 一回こう、こう、こう、体勢をこうしちゃうともう見えなくなるじゃないうびっくりしたってこうなって、次にこう見た時には今まで二つあったはずのものが一個になってんだよ。で、あれなんでこう、足をピタッと揃えちゃったってことかなと思って、またそーっと近づいてって音がしないようにして、そーっと近づいてってこう覗いてみたら、今度はそっから見てんのがなんとこの目ないのよ。こう、こう、見てんの、ね、よ。 それが、本当にその俺が見る感じではだよ。見る感じでは。まあ、もちろん一瞬だったから、じっと見てるわけじゃないから何とも言えないけども、逆さまはでも何でもない。普通の正位置で見えるのよ。うん、そんなわけないじゃん。うん、ね、うん、万が一逆さまだとしたって床があるんだから、うん、頭をめり込ませないと目は絶対見えないわけだよね、そうああ、そうですよね。う,ん、うわ。この、この距離でだから、見えるのが。本当にこ。こうくっついてるんだから。 不可能なことですよね、うんうん、それ。うぅぅってもう、もうさすがにうえーってなって、うん、うんだけどもついに見た時にはもう何もいなかったんだけどね。うん、でもよくよく考えてみると、俺たちがそこに泊まるちょっと前に経営が変わったらしいよね。でもそれってさ、蝶がつくほどの繁華街だよ。その繁華街にあって経営が変わるほどの何かが起きたっていうのって、よほどでしょ。 はい、よほどです。ねえ。うん、しかも、その、おそらくその401っていうのは最初から空いてたんだよ、だからね。ああ<ー>。うん。だから普段は止めない使わせない部屋だったんだよ、きっと。ああ<ー>。俺ね、ちょっとこの話しててね、心臓が痛くなっちゃって。え、はい。えー、うん。大丈夫ですかうん。いやー、なんともね、目がなんか真っ黒だったとか真っ白だったとかいうことはない。うん、普通に目としてこれ認識してるから、おそらく普通の目だったとは思うんだよね。ああ。 目は合ってないんですかうん。あ<ー>まあ。お前どこを見てるか分かんないな感じの目だったまあ合ってたのかもしれないけどね。うんあ。あれはね、気味悪かったね。未だにあるからね、思てる。ああ、そうなんですか。401、うん。四丸一。うわ止まった人いますか <laughs> <laughs> チャンネル登録をよろしくお願いします。ファンキー中村、パウチ、 ゴーストコンテンツ登録をよろしくお願いします